ピロシキーズのロシキラジオ皆さんこんにちはこんにちはこのラジオは私たちロシア生まれ関西育ちピロシキーズの2人がリスナーからのさまざまなお便りに風呂敷を広げていくようにさまざまな方面に話を広げながら答えていく YouTube ラジオになりますじゃあ早速やっていきましょうか本日のテーマはこちら ヒロスケからの質問バラドはいこのコーナーはリスナーの皆さんからいただいた質問について私たちがお話をさせていただくコーナーですそれでは早速アレちゃんお便りをお願いいたしますはいラジオネームオムライスからのお便りです あんた酔っ払ってるやろ、もうで。ビール飲み4年勝手に、こんなん撮影するのに。<laughs> あのさ、なんか、もうこれお茶みたいな感じで思ってるけど、これ、缶がないからな。バレへんと思ってるけど、これビールバレてるから、普通に。いや、マジで。いや、じゃお茶ですよ。お茶ちゃうやんな、なもん。お茶だよ。お茶こんなに泡はならへんやろこれは、あの、なんかちょっとあ。あ、でもさ、小学校の時さ、あ<ー>お茶さ、なんかこう、 めっちゃ泡泡にならんかった、うん、ペットボトルに入ってるお茶。なってた。で、かかおしっこみたい、みたいな感じで言ってたあ。あ、やってたね。そしたら、なんか飲むのも嫌な感じになって。あとさ、めっちゃ凍らしたやつがさ、めっちゃ凍らせやん、お茶。あ凍らでそれがもう氷氷になって、もう、もう昼ぐらい一番飲みたい時に、溶けてくんねんけど、でも、ふーってすぐなくなってもって、まだあるけど、飲めへんってなった時に、<laughs> めっちゃ鉄棒みたいなとこにこう、必死にぶつけおるやつおらんかった。あー、いたでもめっちゃぶつけてぶつけてぶつけて。ぶつけてぶつけ あ、お前かよよくやってた、お前かよ。呼んでラジオネーム、オムライスさんからのお便りそれでは呼んでいきたいと思います。いつも楽しく動画を見させていただいています、私は今お付き合いしている方がいますななんん、どいつもこいつもさお便りくれる方お付き合いしてんねんけど、いいね一個前の動画もさあの、なんか同性の人とのお付き合いで困ってる話どいなんうしや、もうみんな付き合いよる。 何も言えないああ超気持ちいいやめろやはい続けてはいそれでは私は将来結婚願望があり、うん、今の彼と結婚することも考えています、うん、彼に不安彼に不安不満あんたが得意なマンやないの <laughs> 漫画言えねえ <laughs> 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 彼に不満はないのですが、彼と宗教が違うことが不安です。うん、お二人は宗教の違う方との結婚についてどう思いますか。でも、まあ、外国人あるあるやな、うん、外国人と付き合いする時とか、まあ、多分外国人と付き合いしてるってことだと思うんやな、うん、宗教が。ねうん、まさかさ、相手は、あの、浄土真宗で、こっちは、なんか違う。 あの、何あのー、うんうん、お寺と、んかそそ,ううんかそのレベルの話ではないとは思うから。ちょっと違う。 多分相手はキリスト教で私は、うん、そうなのに私はまああの普通の、ね、無神教かもしれないし<う>ちょっとわかんないけど違うってことね、うん、えどうでもアレちゃんいやでも私は正直言ってなんか他人が口を挟むようなことではないかなと思ってるからあの宗教は別に違うくてもまあ二人がそれであのうまいことやってるんだったら別にいいんじゃないかなとえでもさこれ他人が口挟んでることじゃなくて本人が大丈夫かなっていう不安やんか。うんうん それをなんかどこに対しての不安があるのかちょっと自分は分かんないかなそ,のそ,れ、ね、それをき合いして結婚もしたいと思ってるってことはそれだけねうまいこと言ってるってことだからまあね体とかね、そう,ねそうやねおセックスとかそういういものが、うん、やっぱりまあ相手のおちんとあんたのおまんがねしっかりとフィットしてるっていうことやとは思うんやけどれ方方立ち運勢、うんね、がとてもいい,、ね、いい感じではある、まあ、だから事前にさ、うん、話し合えばいいやんって思うかもしれんけど。うん でもな、これ、ミソは子供が生まれた時の話やと思うねんな、うん、あ子供にキリスト教をさせるんか仏教をさせるんかみたいな、うん、確かに子供生まれるとこう親の、ね、ちょっと思考が違う変わってたりするとどっちうちの親の知り合いにもおんねんけどあ<ー>なんかそのまあ ロシア人の方やねんけどね女の人はキリスト教ロシア正教や、うんで相手の結婚してる相手の方は、うんまあ、日本の、うん、何仏教なのかなちょっとごめん宗教どの宗教か知らんけどまあなんかあののちょっとお坊さんみたいなのやってんねよ、うん、お坊さん,うん、うん、お坊さんじゃないけどお坊さんみたいな感じで朝の5時ぐらいに起きてお経を唱えようねんその人は。うん、でそれれで子供が生まれた時に、 私はそんなんさせんとってほしいのに朝4時から起こされてうちの子供もお経を読まされよるって、うん、私はもうなんかそれに合わせて早く起きるのも嫌やし子供も嫌がってるしでもお経を読まされよるのもどうしよう,もうそれ不満やねんなっていうのを言ってる人がおったのをふと思い出した。確かにその子供にに選ぶ自由とか権利もあるのにそれをこう親が小さい時からねこう ね、教えていってしまうとそういう風になっちゃうもんねだから宗教ってさでも子供が小さい時から教えられるもんじゃないまあねもう子供ってそんなん私はこの宗教を選ぶとか、うん、私はこの宗教観も合わないとかそんな判断できひんからさ絶対大人の影響で,、うん、でしかも,、うん、もうそういうもんやんか、うん、キリスト教のとこの子供は毎日アーメって言わされて、うん、ほんでそれでどんどんさこうそのキリスト教の考えになっていくように、うん、もう 宗教っていうのは親が子供に押し付けるっていうことがない限り続いていかへんからもうそれが宗教のこう肝みたいなとこやとは思うんだからそこをどうするかっていうそもそもこう相手の宗教がどうとかこっちの宗教がどうとかじゃなくて子供に宗教とかそういう考え方をどこまで押し付けるかっていうところまで深い話をすることになると思うねん。 確かに。でも、そうやって考えると、その結婚後のことが、ちょっと心配かもしれない、うん、うっていうことだよね。なってくる。俺、これ見、これ聞いて思い出したのが、つい先日、うん、ネットフリックスのオリジナルの映画で、すごい面白い映画があって、うん、それがアメリカで最も嫌われた女性っていうタイトルの映画やねん。ねそれ、ドラマ映画映画。映画。一<画>個だけの映画やねんけど、うんうん、で、それは、 なんで嫌われたんかってもう実際にあった話で、うん、まあその女性の名前がね、うん、マデリン・マリー・オヘアさんだったかなっていう名前の方やねんけども名前まで覚えてるそういやあのメモしたね今話そうと思って、うん、そうでどんな内容かっていうとアメリカの学校ってつい最近まで学校で毎日アーメンさせられてたねお祈り、うん、あそうなんうん子供たちが、うん、で当然のように全ての 子どもたちがアーメンさせられるんやけども、うん、その人はうちの子どもにお祈りさせんのやめてもらっていいみたいな私、うん、宗教を信じてないから<ー>別に大体、うん、いいこの学校イスラム教徒の子とかもおったりもする中で何でそんな無理やり宗教のお祈りをさせんねんっていうところにカチンと来てそれを学校の先生にバーッて文句言ったらもうそれは法律でなんか決まってるからお祈りをする学校 教育のカリキュラムに入ってるからそんな文句あるんやったら裁判したらいいって言ってで裁判をしてで憲法違憲だっていうふうになってお祈りっていうのをこう廃止したね学校のでも大多数はアメリカはやっぱキリスト教徒の人が多くて子供にお祈り朝させるのは当たり前のことでしょうってお祈りをすることの何が悪いのって意味が分からへんってお祈りっていいことやんっていうのでなんかこううちの子供から「 こういういお祈りをこう奪い取ってみたいな感じですっごい嫌われてまあその人は結局それだけじゃなくていろんなこう無宗教宗教と政治とかその教育っていうのを分離するための活動家になんねんけどまあ最後はちょっと殺されてしまうんやけどね95年ぐらいにで実際にそういうことがあったっていうところででもまあそこで。 今はやっぱりいろんな宗教の人もいるし人種もおるしっていうので、うん、学校でお祈りするっていうのはなくなって結局今のまあ多様性みたいなものにつながってくるなってでも結局は一番嫌われた女性っていうふうになるっていう内容やったねんけど、うん、まあじゃあその夫婦でそれを話し合うってことなのかなこうなんか子供にその自由を与えてやろうみたいな自分が信じたいものを信じればいいしっていう。 でも何を信じたいんかも分からへんね。子供は。なるほど。分からへん。その宗教分かんないから。宗教が分からへんから。 とりあえずお祈りさせられて、とりあえず悪いことしたら地獄に落ちるよっていう教育をするし、うんうん、嘘ついたら下抜かれるよみたいな教育を受けるし。でも多分ある程度大きくなると、やっぱり何かを信じたりするやんか、人ってなんか大人になって、うんうん、その自分は死んでからどういう風になるんだろうっていう不安がこう増してきて、で、やっぱりそのまま、まあ信じない人もいるし、そのまま、うん、なんだろう、この宗教が自分に合ってるとかっていう、なんか自分に合う宗教を探すっていう子もいるから、うんうんうん なんか別にそのある程度、その子がこう自分で自覚して何をどういうふうにするかっていうところまで待ってなんか選ばせてあげるのでもいいのかななんて思ったけど,どう、うん、なんか宗教をなコアにやってる人ってな、うん、それが宗教やと思ってないことが多いいななと思うね <laughs> まあ自自分で自覚してないよ、ね、この間、生放送でなんかこう仏教とか神道とかについて話した時にめっちゃコメントがついてたのは。 仏教は宗教じゃない、うん、哲学だみたいなあ<ー>なんかねなるほど神道は宗教じゃない哲学だだったかなどっちかちょっと忘れたねんけどその違いは何だろう だからもうそれは哲学やから別にそういうい事実とかうんもうそれはちゃんと理にかなったことなんやでなるほどっていうことが多分言いたいんやと思うねんけどそれ自体は何も別に否定はせえへんねんけど、うん、本人はそれはほんまに正しいことやっていうふうに思ってるから子供にそれを教えるっていうのはそうなんかなとか思ったりはするんやけどもうこれって難しいけどほんまに事前に。 子供が生まれたときは、うん、まあ日本の学校に通わせようと思うから、うん、日本の学校でまさか給食を食べる前にね、うん、アーメンとか言うわけにはいかへんからうん、うん、申し訳ないけどもあの子供はまはあ、日本のスタイルに合わせて、うん、まあなるべくは宗教とかそういうのをさせるわけじゃない、うん、何かさせるわけじゃないようにしようとも、うん、もちろん仏教を信じなさいとかそういうことをやることはないから私も努力するからあなたも教えないようにしたら。うんまあ わからん、教えたかったら、どっちか教えたらええし、うんうん、やっぱ話し合うしかないよな、これ。まあ、これは本当に話し合いだと思うよね。ね<ー>それでね。でも、嘘ついたら、なんかあかんでみたいな,な、うん、教育に、どうしても宗教を入れてまわへん。あその、なんか嘘つくと、そ,<う>その、鬼に連れてかれるぞとか、うん、地獄行いぞみたいな、ね。いや、あの、雷ざ、雷におへそを取られるで <laughs> みたいな。 まあだから、そのなんだろう、あの、簡単なことじゃない多分、宗教っていうのは全部こう、一つでこう、一致してるのは神様がいるっていうこと、うん、何かを信じるってことだから、その、何かを教えるときに、こう、まあ、地獄行くかもしれない。その地獄は何なのかわかんないし、あれだけど、まあ、簡単な教え、うん 教育で使ってで大人になってからその地獄というものは何なんだとか足っていうのは何なんだって自分でなった時にその自分に合うようなこう考えの宗教を選んでいけばいいいんじゃないかなか、うん、宗教って面白いでまあ面白いよ宗教によってなんで戦争が起こるんやろうとかいろいろ考えてたけど勉強になるんだよ、ね、面白い見てたらこの間見てはあって思ったのが。うん キリスト教徒の中でも、うんうん、モルモン教っていうのがあるんだよね。うんうん、で、それはな、まあモルあの、コーヒー飲まないとか、お茶飲まないとか、 いいろろあるんやけどもでも普通のカトリックとかプロテスタントとかとちょっとかけ離れてて、うん、その信じてる聖書みたいなのがその聖書じゃなくて、うん、なんかキリストが死んだ後何年か後にもう一回見つかっただかなんだか、うん、掘り出された新しい予言の書みたいなものを信じてて、うん、みたいな話やねんけどその本の中に書いてあることで、うん、い俺が一番「はあ」って思ったのが。うんうん、その白人に 基本的なこう何かこう決める時とかっていうのは白人,の中白人だけで決めることにしますこの宗教ではっていうのが書いてあってなんでかっていうと神と悪魔の戦いがあった時にまあ今この現世に生きてる人はまあほとんどが神側についてるみたいな感じやねんけども勇敢に戦ったその神と悪魔の戦争の時に勇敢に戦った人が白人として生まれてるねんで、うん。 勇敢に戦わなかったものが黒人として生まれる。だから見てみなさい。うん、で、しかも、うん、黒人として生まれたとしても、しっかりと改心をして、なんかこう、いい生き方をすれば、肌の色はだんだん白くなっていくみたいな。だから見てみなさい、マイケル・ジャクソンを。なるほど。え、俺、こんなね、えー、いや、それをさ、宗教否定してはいけないみたいなこと言うけどさ、うんうん 今はちょっと考え方変わってるかもしれんし、うん、その情報だけが全てじゃないからこれがモルモン教の教えやみたいに思わんとってほしいねんけどな今はちょっとまたそれも変わって、うん、黒人の人もちゃんと教え入れるようにしましょうみたいな感じで途中で変わってんねんけどうん、うん、でもそんな教えをさ信じてる人がさ、うん、なんかこう人種差別を、うん、そうだから人種差別って のことを考えた時に、うん、私たちが思ってるのとちょっと次元がちゃうとこであるんかもなと思ったかそれ以上の多分困難とかその難しい内容がその歴史的なものがすごい関わってるんじゃないかなっていう感じだよねその内容を見た時あぜんとしたの。 うまあ、何言ってんのってなるよね、でもうちをねあの、一回友達から聞いた話で、まあうん、自分もあんまりそのなんていうの聖書とかそういうのを読んだことなかったんだけど、その子はカトリックだったかな、うん、でその中にはそのマリアさんがいたりとかして、マリア様じゃなくて。マリア様 マリア様がいて予言を聞いてるみたいなそのマリア様がね。で、やっぱそこに言われてたのがこうア,ポリアポカリプスがもう来ますと、うん、その世界の終わり的なうん、うん、でもアポカリプスというのは世界の終わりというのはなんか新しい時代の始まりっていう意味があるらしい、うん、本当はね。で、そうなった時にあのなんに人は2択に分かれるみたいな。うん こう、二人の、なんか、すごい人たちが出てきて、二種類のね。で、俺についてきて、俺についてきてっていうので、こう、二つに分かれるらしいねって人も選んでね。うん、で、その中で、こう、選択したものによって、うん、こう、なんだろう、天国に行ける側と地獄に連れて行かれる側があるみたいな。うんうん、で、それをちょっと聞いて、なんか、今、<laughs> なんか、 考えるとちょっとなんかコロナとか関係なのかななんて思っ,ちゃったりしてこのコロナ禍が、うん、その何ポカリスエットポカリスット何て言ったらポカリスエットみたいなア,アクエリアス<あ><え>アポカリプスでもアポカリプスっていうのは新時代ね新しい時代っていうことだから、まあ、終わりじゃなくて新しい時代であの地獄と天国に分けられてるけど結局聖書ってさその何かの教えだったりする、うん って自分は思ってて、うん、で今、かそのコロナがちょっと似てるな、それに対して、ちょっとワクチンを打つ派、打たない派みたいな、うんうん。っていうので、ちょっと今、自分はそれとこう一致しちゃってる部分があった、えじゃあさ、そのことなのかなそ,のそのポカリスエット、信じてんの、アレちゃん。あポカリプスね <laughs> もうそれ、覚えられへん、俺、<laughs> アポパプリプス。<laughs> パプリーカみたいな。えポカリスエット<え>。ポカリスエット。ッうん、かそれさ、え、あリちゃんは宗教信じてんの、うん 宗教はね、あの、正直言って、これだっていうものはなくて、うん、でも、何かあるんじゃないかっていうのはある。ただ、それに対して、こう、なんだろう、お祈りをするとか、なんか家で毎日なんかするっていうのはないんだけど、まあ、軽い気持ちだよね。何かあったらいいなっていうのを、なんか信じたい。うん、何かあるの、まあ、っていうふうに思ってるよね。あ、でもなんか知らんけど、うん、俺多分地獄行きやはん。バカやろ。<laughs> ほんま、楽して生きてるもん。たらふくご飯食べて毎晩酒飲んで、お酒飲むときやってさ、うん、ハイボール飲もうって言って、でもハイボールの中でもな、うん、トリスって一番安いやつを選んでな、うん、ちょっとでも安いの飲んでんねん。うん、ほんで、あたしんち見てる今、毎日。それいいことやん。<laughs> いい人生んんえ、これ地獄やろ、絶対。 宗教的にまあでもその自分でね人生を選べるわけじゃないからやっぱりそのなんかみんな言うやんか将来自分で決めるとかいろいろけどあの生まれてきてしまって今こういう状態なんだからまあみんなそれぞれ違うなっていう風に思ってるとか自分の人生選べないじゃん、うん、俺あれやでそれは罰せられることはない俺の計画では俺150歳まで生きんねんせっかくに言うと150飛んで。 まで生きるつもりやけどもうじじいを超えてんじゃんかよ100歳になってもあと56歳生きれるんやっていう、うん、やばすぎで何,何するかっていうとてか何もしねえよお前は多分椅子に <laughs> 椅子に座って <laughs> 130ぐらいになっていやいや多分椅子に座ってっってなってな100歳超えたら悟り開いてみんなにありがたきお言葉を与えて対戦ボックス何 投げ銭も,もらう100歳ででもそれ今考えたら今 YouTube の生配信でやってるのと変わらんな、うんうん、いやだから <laughs> 多分ね100歳の時にもっと最新の,、ね、あの技術とかいろいろあるかもしれないよそうそうでそ,その技術を使ってこれ私を信じるものは、うん、あの今からありがたき言葉を言うからあの私に何投げ銭をくれというお前は独裁者そうじゃねえよバカじゃねえよ どこのじじいだよ、お前は。でも、100歳超えたら、なんかこう、心理っぽくなるんちゃうと思って。百歳超えたら、そからはもう、俺はもう、ほんまに。どういなるかかんないけど。いろんなご奉仕いただいて、ほんまに。まあちょっと、あの、100歳のブラスをちょっと見てみたい気もするけどね。うん、宗教する、宗教。ほ、うんまに。まそれまでに、ちょっと、ピロシキー像頑張って、あの、その時にちょっと、ブラスどう,う今歳だけどう、ちょっとでも悟り開くようにする今の心境はどうって,って私もちょっと頑張って聞くから。うん、え、でも、ね、みんな、バカにしてるけど、150歳まで生きるの。うんうん、多分、150歳生きるで、ほんまに。 なんでかっていうと <laughs> だってつい100年ぐらい前まで40歳ぐらいでみんな死におったねんで、うん、江戸時代でさもう40歳っていったらおばあちゃんやでおじいちゃんでそれがたった100年200年とかでさもう今90歳とかまで生きよるやろ85歳とかあと何十年とかしたらまた100歳なんか平気でいくよだからもう100年時代になんねんから自分らが年寄りになったらもう150とかいくよもしかししかたら、ね、あの脳の移植をして 新しい体に自分の体をこううなんていうのを作ってもらって、うん、もう1回新しいのをくろうんじゃないけどまだその脳も知識も何もないような体だけうん、うん、抜け殻だけを作ってもらって脳みそ移植して。 できるかもしれないよ。ええ、俺思うんんけど、その脳移植するやん、脳みそ。うん、ほんで、その脳みそを、うん、さらに脳みそのパーツごとに、部品を変えれます、うん、みたいになった時にバカじゃねえのお前はなんか、徐々に脳のパーツも、脳もやっぱ老化するから、脳のパーツごとに、ちょっとずつちょっとずつ変えていくやん。それ、10人人格とか20人人格になるわよ。いろんな人が進化するよ、ねねそれ。それうまいこと技術でやんねん、それは。でも、すべての脳が、パーツが入れ替わった時私は死んでいるのかも、た